はい、どうもこんにちは、生態院健診の伊藤です。はい、今回お伝えするのは健康虚筋のリリーステクニックをお教えします。どんな人に健康虚筋のリリースが必要かっていうのは、健康虚筋っていう名前の通り肩甲骨を上げる筋肉ですね。なので肩こりや首こりの人なんかは特にこの肩甲虚筋はすごく硬くなってるはずです。よくこうやって触って硬いですねっていうのは肩甲虚筋なんじゃないかなと思います。なので肩こり、首こり、肩こりから頭痛が来てる人だったりとか、あと触ってて肩がポッコリ硬くなってる人、こういう人なんかにやってほしいテクニックです。今回お伝えする肩甲虚筋のリリーステクニックは、肩甲虚筋を直接ぐりぐり刺激することはないです。頭の動きを使ってリリースが行えるテクニックなので、肩こりがすごくひどい人なんかは本当に押すと痛かったりするんですよね。そういう方にはこういう寝ながら頭を動かすだけでリリースができるので、今回のテクニックをやってある程度筋肉に柔らかさが出てからまた違うテクニックをやってあげたり、そういう風に今回のテクニックを使っていただければなと思います。頭を動かすテクニックだとちょっと難しいかなっていうイメージはあると思うんですけど、すごく簡単なのでぜひ見て練習して患者さんに使ってあげてください。ではテクニックの方に移ります。はい、テクニックの方に移ります。仰向けで寝てもらってテクニックを行います。で、第5さんです。頭がこの子全然動かないです。回線しか出ないんですけど、まあせっかくなのでテクニックの紹介だけやっていこうかなと思います。頭が動かなくてもまあ簡単なテクニックなので説明しながらやれば多分お分かりいただけるかなと思うので、ちょっと動きはあまり出ないんですけど口で説明しながらテクニック紹介していきます。肩甲虚筋がどこについてるか分かりますか？肩甲虚筋は上位の頸椎の凹凸器から肩甲骨の上角の内側につく筋肉です。比較的触りやすいかなと思います。片っぽで肩甲骨の上角の内側を触ってもらって、片っぽで頭を下から支えてもらって頭部の動きを誘導します。で、このテクニックのポイントなんですけど3ステップあります。まず第1ステップがその筋肉が一番短縮する場所まで動かしてあげる。で、第2ステップがその場でその筋肉を短縮させるか伸長させるかっていう刺激を与える。今回は伸長させます。で、第3ステップはそこから伸長短縮の刺激は抜かずに一番その筋肉が伸びる位置まで関節を動かすっていう、この3ステップがこのテクニックのポイントになります。では説明します。まず肩甲骨の上角の内側を触っていれば肩甲虚筋が触れるので、ここでたわんでるか伸びてるかっていう判断をします。そしたら肩甲虚筋の一番たわむ位置は頭部を伸展させていく。この子ごめんなさい動かないです。伸展させていって、そこから同側、今回は左の肩甲虚筋をリリースしたいので左側に側屈させます。伸展させたまま側屈、ごめんなさいこの子側屈もいかないです、ごめんなさい側屈させます。そしたらこの肩甲骨触ってる方の指でふわっとたわむ場所があると思います。たわんだところで頭を若干引っ張ってこの筋肉自体をピーンと伸ばしていきます。ここでゆっくり5秒間数えてください。 1,2,3,4,5 OK。 そしたら次第3ステップの今頭を引っ張って筋肉を伸ばしてますよね。この引っ張ってる刺激は抜かずに反対側に側屈、この場合は右に側屈させて、ここの肩甲虚筋がピーンと張る位置まで持っていく。グーッと側屈させてってピーンと張りました。そしたらここで5秒間またゆっくり数えます。 1,2,3,4,5
3、4、5、5秒数えたら頭をまっすぐもゆっくり持ってって手を離してあげる。そうした後に触ってもらうと筋肉が柔らかくなってるはずです。触ってみてまだもうちょっと硬いなって思うのであればこれを3回ぐらい連続でまた伸展させて、同側に側屈させて、ふわっとなった場所で頭を引っ張って筋肉を伸長させる。でゆっくり5秒数えたら頭は引っ張ったまま反対方向に側屈させてって、さらにピンと張るところで5秒間ゆっくり数えて元に戻す。これを計3回ぐらいやってあげて治療は終わりになります。ここから他のテクニックをやってあげたり、緩んでいるようであれば OK になります。すごく簡単なテクニックなのでぜひ真似してやってみてください。はい、テクニック見ていただいていかがでしたでしょうか。まあ、この骨模型くんの首がちょっと側屈の伸展もいかなくて分かりづらかったらとてもとても申し訳ございません。ただ、さっき説明したように伸展して緩んで側屈させて、緩んだ位置そこで引っ張って5秒数えて、引っ張ったまま反対に側屈させて、またピンと張った位置で5秒数える。これをゆっくりやってあげるだけなので、実際に肩甲胸筋を触ってみて頭を動かしていけば、ふわっとなってる、ピンと張ってるっていうのは分かると思うので、今の説明とあの動きを見てもらって真似してやってみてください。冒頭にお伝えした通り、肩こりが本当にひどい人って、この特にこのボコって出てるような筋肉、肩甲骨の上顎の部分っていうのは押すとすごく痛がるので、なかなかやりたいテクニックができなかったりっていうのはあると思います。そういう方にぜひこういうテクニックやって、その後に違うテクニックを続けてやってもらうっていう形でこのテクニック使ってもらえればいいかなと思います。今回は肩こり首こりの人にやってほしい肩甲胸筋のリリステクニックでした。今後もいろんな疾患、いろんなテクニックの動画を上げていきますので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。